ない？なにこれ、なにこれ、イカよ。イカ食べれません。出た、好き嫌いあんた多いわよよし、やっと始めれるぜ。今日はトップ水素なんですよね。ちかしげさんが、うん、私たちが韓国料理を、私たちにケータリングで韓国料理を出せば喜ぶっていうの分かったので、うん、韓国料理で。そうだったんだ。知らんけど前3日連続くらいそれ歌った時ありました。そう、最近あれが多いよね、お寿司。うん、ねえ、お寿司の肉、お寿司肉みたいな。ビーフシチューじゃろ。ビーフシチュー、ローストビーフな。こんばんは、こんばんは、皆さん聞いてください。私は今さっき明日よろしくのアカウントのまま配信を始めてしまって、はいはい、明日よろしくのアカウントでこんばんはってやってました。バカやん、本当にごめんなさい。だから急に切っちゃったから、明日の方見てた人はごめんなさい。確かにミックスジュース、あ、では、今日は久しぶりにご飯配信です。いただきます。わあ、やっぱお寿司食べたくなるねえ、あかん。わあ、だからお寿司の食べたいものをちょっと食べたらいいね。ゆずのさ、余ったの食べたらよかった。あ、確かに。なでも開けちゃったからもうダメですね、やっぱコロナって本当に大変。パプリカ、うまい？うん、今日の夕方でリスのことちゃんのポストカード付きの完売した。めちゃくちゃ美味しくない？本当ですか？うまっ。本当ですか？それは。え？美味しい、美味しい。私はチヂミが好きです。ゆずも大好き。奥から出てくるとかないかな。明日公園行くんやけど、なんとかこっち。料理の定番のものは全部入ってるな、うん、マリンのとこか、シオンさんのとこか、明日誰のアイピのとこ行ったら、飛び入り参加します。超美味しい。ケイトちゃんのお宅が言ってたから、ケイトちゃんのお宅が言ってたから、ご飯を食べるタイミング見失って、うん、朝ごはんから食べずに出てた。うん、え、出てきそうじゃない。だからあの本編ラストの君と出会って僕は変わったで、すごいお腹空いてました。やばいな、あ、どうしよう、お腹空いたと思って吐けた。バイバイって言いながら、やば、ツイッターが渋滞してます。うん、これチキン、チキン、チキン、ヤンニョムチキン。あ、やっぱりこう、これは美味しい。なんだっけこれ、キンパ。一口でこれを食べたいと思います。本当ですか？ちょっとね、辛い？ウーカさんと公園の、みんな辛くなさそうだよ、色味は。どれ開けぶりなので、髪の血合わせてください。今日は久しぶりにというか珍しくドストレートにしてみました。髪の毛が伸びまして、すごく。だから何これ、でできる、今までやったことない髪の毛しようと思って。そりゃしてくれてるやろ。してみた。ねえねえ、んなんかすごい雪が降ってる。すごいクリスプじゃん。なんか最近よく、うん、スケッチブックとか、次は生誕でって言ってくださる方が、だってすげえ調子乗ってたらね、そんな強い人に当たらない。ストレートどうでしたか？あ、すごい、なんか私のとこにはね、これは何だ、フクロウが今ぶら下がってる。なんだそれ、感じのメンバーですか？韓国料理やから、マシッソ言って、マシッソよって、マシッソよ。せ
正解。なんてそれは。美味しい。美味しい。マシする。マシマシケチ？マシマシケチ？美味しいですかみたいな。ママさんのアカウントの最後は目撃者の。ちょっとすいませんね。揺れます。カリンちゃんが。ありがとうございます。カリンちゃん。子供の日のクリスマスクマ。ました初めて今年初のクリスマスクマです。ありがとうございます。あ、雪降ってるわ。だろ？今来た。待って待って。え？誰？あ！誰だって今来てる？一回今誰か乗り移ったよな。だろ？ゆずです。今隣にいるの。ゆずが急になんか。やろうとかでもないしな。だろ関西弁とかやったらさ、うん、なんとかやろうって言うじゃん。わかるけど、うん、だろなんか混ざってないでいる。ごちゃごちゃ読めないです。野菜嫌いなんやけど。見て。もうだからダメよそんな。じゃ待ってびっくりするんだけど、麺だけ食べてちゃんと野菜だけ。うん。タワー。土曜日ですよね。誰だ。ナナちゃんもありがとう。タワーを投げてくれたのクリスマスツリーですね。曜日がサラちゃん。合ってんのかな。あ、すごい。あ、本当だ。雪ギフトがあるよ、やっぱり。あ、そういうこと、うん、え、これ誰投げてくれたの。私がさっきフクロウって言っても全然フクロウじゃなかった。クマだった。クマが、クマがさ、リボンにつく、こつられてるやつだった。どういう間違いなの。ごめんなさい。サラちゃんありがとう、投げてくれて。可愛い子なの、この子。感謝感謝感想です。あ、出た。使うなよ。あら、おやーす。なんかゆいなの食べ方の真似します。あ、よくされます。ゆずもしたい。お、うわ、雪降ってる。どう、似てますね。じゃあゆずもするな。でもマリンが一番うまいんで。見たい。この見せてもらおう。鼻から汽車が吹いてるみたいです。いやいや、なんか気をつけてね。バイバイ。可愛い。楽しそうな格好して、うん、雪が似合う。ありがとうございます。ゆーちゃん、食べるの早いな。早い。好きなもの食べるの早い。ん？こっちの方が美味しくない？キンパ？うん、美味しい。え？何？個人のキンパなんだそれ。なんでどれ？見てください、私のいじめやん。これね、これ絶対一番走りやつ。すごいんだよ、横から見たらすごいんだよ。見てこれ、なんか植物植えてるみたい。弁当が飛び出てんだから。やばいな。平行線で見てみて、すごいから。そう、一番走りタワーを。やば、ありがとうございます。はい、シー、こんなん言っても聞こえない。シー、例えば下手くそなの。いい匂いしますね。そうよ、食べてるから。どれだろう、ちょっとごめんなさいね。この人が、あ、なるほどね、10連のやつですか、これ。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんのグラビアを見て、NMB NMB で久しぶりおしめを。ありがとうございます。ゆうたろうくんも、合ってますか。ちょっと見逃してたら教えてくださいね。セリさん、ありがとうございます。夕飯です、遅めの。セリちゃん、あ、タワーだ、本当だ。え、クリスマスタワーみたいになってるね。ありがとうございます。タワーセリちゃん、ありがとう。そうですね、12月初ショールームですもんね。そっか、なんかいろいろ変わってるんだね、やっぱり。何グラっていつまで。まだまだ。あれ、まだまだ、まだいける。もうまだまだ。今日は考えたくないね。今日考えないね。皆さんゆっくりご飯食べさせて。おいしい。また今度真剣に考えます。何色だと思いますか。生誕日。お腹いっぱいやな。うん、予想。
あった、海鮮チヂミでした。結構あれですよ、かわいい、その歌ずっと来てるよな。あって、洗ってるわ、クリーニング出しとるわね、このズボンいつずっと入ったの気づいてる、ライブリハの時がえパジャマやね、マジずっと置きっぱなの劇場に、てかもう毎日履いてる、去年はパジャマやねこれ、やばズボン一番やばい、しかも自分から言ってくれるのそれこれはね、あのこういうレッスンの時にしか着ないアウターです。洗ってないやつやろ。洗ってるよ。どこのかな。茶色って。去年水色じゃん。雪の長い感じ。前振りはってちょうど1ヶ月前ですね。そうか。1ヶ月以上入ってるわ。ずっと入ってる。これ美味しいわ、キンパ。この食感がいいんですよね。うんうん、たくあん美味しい、うん、のえ、去年のセンタンティーめっちゃ見つけやすい、何食べてるの、韓国料理です、うん、もうお腹いっぱいなんやけど、うん、結構量多いからね、うん、おにぎり6つあんもんな、リーダー論最高だった、本当にもう最後にルイハンさんとお話しできて本当に嬉しくて、衣装とか羨ましい、うん、かぶってる、ユイハンさんと、うん、うっすら NMB 時代、うん、かぶってないか、カラーめっちゃあります、50色くらい、うん、皆さん12月20日に発売のヤングマガジンさんでなんか DVD がなんかいろんな愛用の方と一緒に私が入っているらしいので、うん、インプットする機会がすっごい多くて自分がどんどん楽しみ、うん、にしててください、思います、やっぱ知らない方、やっぱさ知らん人多い、うん、何があのさっき言ってたヤンマガのさ、うん、12月20日 DVD のやつ入ってますみたいな、うん、多いですね、知らない方が、ね、ゆずも知ったん今日、うん、言えばでもね、やっぱ、うん、あ、そうなのってなんか、うんうんうん、本当にもっといろんな人と話したいってめっちゃ思うし、視野も広がります、やっぱみんなとギブ、あ、ギブしたギブしたおもろ、もう無理、うん、私だけじゃなくていろんなグラビア、うん、してる方と一緒に私が入ってます、うんうん、動画動いてるユズ見れるのいいね、きっと、うん、でユズさオンショットで動画撮らないんですよ、全く、確かに撮ってよ忘れちゃうねん撮るの、うんうんうん、結局なんか私思うんですけど、うん、そのグラビアの写真を撮りに行くとき、うん、私を連れてきてほしい、いやほんまに来てほしい、こじりマジで、私がカメラをやらせてほしい、ぜひ小島かりんさんにお願い、そうオフショットを担当、マネージャーとしてついてきてほしい、そうそうそう、本当にマネージャーさんプラス私連れてってくれたら、うん、来てほしい、オフショットだってあの頑張ってめっちゃ撮るし、可愛いいっぱい撮ってほしい、動画もいっぱい撮るし、うん、やっぱりさメンバーが一番分かってるやんか、 そうそう、そのメンバーの自分もね、うん、なんだろう、自分も嫌なことは嫌じゃん、うんうん、いや、うん、で、分かるやん、メンバーも、そう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 、だからね、やっぱね、大事よ、うん、ぜひ撮ってほしいですね、これは、うん、いいでしょ、めちゃくちゃあり、ありがとう、ずっと雪降って、最近、うん、本当にずっとあの雪の歌じゃなくてクリスマスソングを、うんうんうん、あのずっと聴いてるんですよ、アップルミュージック、うん、あるけど、うん、に入ってるクリスマスソング、なんか王道クリスマスソングプレイリストみたいな、うん、もうシャッフルして聞いてます、絶対あるあるやん、バックナンバーさんのクリスマス、うん、ある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 上の方にある王道、あれはあるやろ、泡展望のサンタクロース、ないないです、あれ急にさ泡展望って流れてきたらちょっとゾッと引く、ちょっと冷めるわ急に、何が好き、君が好き、おすごいアイドルコメントだね、ごちそうさまでした、私が好きなのはですね、うん、ちょっとあんま分かんないんですよね、
ターの名前わかんないってどういうこと聞いてるだけだから勝手にあそういうこと雰囲気楽しみたいだけだから、うん、でも好きなのはあります。でも E-Girls さんのクリスメリあ、うんうんうん、メリメリクリスマスみたいなじゃん、うん、あれを聞きたくなるすごく。あ元気出んねやな。そうそうなんかそ特別こう E-Girls さんを聞いてるわけではないんです、うんうん、もう正直ねその歌を聞いてるの。その曲だけはそのクリスマスの時期であるなんか聞きたくなる。歌ってあかんのか。そうケテンテケテンテバンサバンサリッタ。ごちそうさまでした。マライアキャリーダンサブルでやってたってだからか記憶ないんだけどダンサブルでやったことあるらしい。夢見てんじゃんダンサブルでやってるっていうファンの人がやってましたっけ。その世代アリアナグランドの歌も好き。見下ろしたあなんかやったかも。マジでだからめっちゃ知ってんだこの曲。2年ぐらい前とかじゃん。そうだ3年前とかわじゃあ覚えてないもん。だからですわだからですわ。はい15分経ちました。バイバイ。わあ撮ってる。あそっか、うん、13位ミキちゃんありがとうございます。12位マイコルさんありがとうございます。11位元気くんありがとうございます。10位のぶきちさんありがとうございます。9位あさがさんありがとうございます。8位なっちゃんありがとうございます。7位ガルゾウさんありがとう。うるさいうるさい似合わない。うるさいうるさい身長と合ってない。ちゃちゃ一番声でかい。持ってる子間違ってるよおもろい。7位ガルゾウさんありがとうございます。6位ジュンアとクラノファミリーあ覚えてますよありがとうございます。5位よっちゃんありがとうございます。4位コニタンさんありがとうございます。3位青ゴーストさんありがとうございます。2位ヒロさんありがとうございます。そして1位はサラちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございました。今日もなんかこれ楽しかったです。ギフトごとにこう見れたら嬉しいですね。髪切った可愛い似合ってます。本当だいい感じ可愛い。ありがとうございます。皆さん今日も見てくださって顔に息が止まってありがとうございました。また見てください。